はーい、クミンでーす。お弁当作りまーす。ですね、スタートが40分遅れてます。はーい、今日はですね、ジャージャー麺、もうね、この稲庭うどんか、これカレーとかで考えてます。で、一食です。もう一食はですね、もうパン持ってってもらいます。パパの好きなシナモンロール一品出来上がりちょっとこれと青汁入れて、青汁ちゃん、はい、青汁散歩ちゃん、はい、これで一品出来上がりですね、これね、刻むのは命なんですよ。このジャージャー麺はね、ジャージャー味噌、刻むのが命なんです。刻むのにね、時間がかかるというね。ちょっと待ってください、あ、どうしよう、こうしよう。どうしようと思った時に、ここに入れていくぞ。あ、そっか、お湯沸かしとこうか。どっちにしてもお湯沸かしとこうか。パパの分だけでもね。パパの分だけでも麺ができるように。お湯を沸かして。追いかけて。お湯かけて遊んでる場合じゃない、ね、楽しく行きましょう。楽しくタリリャリリティ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 タタティ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 、あれこれしかない、何をやっていたかと言ったらね、珍しくですね、私がここでサプリメントをゆっくりと飲んでいたらね、リーマンパパがちょっとね、洗い物を手伝ってくれたんですよ。そうしたらね、もうほとんど話さない夫婦でございます。会話がない夫婦なのでね、久々に話し込んじゃったんですよ、リーマンパパと。なのでリーマンパパとお話ししたのがもうお昼ご飯になるお昼ご飯として、はい、もうね、久々に本当にいろいろ話してね、子供とワンコのこととかね、まあちょっとその、なんですかね、あ、そう、介護のこととかね、さあ、どんなね、方針で面倒ね、介護していこうとかね、そういう話します、皆さん、すいません、皆さんの方を見ないで喋ってごめんなさい、本当にごめんなさい、生姜むきます。とりあえず生姜剥きます。これね、手元見てないとね、危ないのでちょっとこっち見てますね。はい、そう、なんだかわかんないけどリーマンパパと話してたね。年に1回ぐらい年に1回そうなんですよ。はい、もうね、なんだろう、帰ってきて子供たちの顔見るんだけど、なんかね、意外と下見てて、あ、おかえり、あ、そうだねって言ってて、なんかね、あ、そういえば顔見てなかったねとかねあれ、ひげ生えてるのとかね、あれば、ひげはね、普段早かしてない人なんですけど、早かしてない人という意味だ、そうなんですけど、あんまりね、お互いに顔見なかったりするんですよね顔見ないで会話したりとかしてるからね、お互いにどんな顔してるのかねえ、まあ10年経つのかしら、結婚して10年ね。そうねえ、変わりますよ。
でね、あのこんなね料理しないっていうね約束でね結婚でございましたのでね、コンビニのものを会社あの仕事帰りに買ってきてね、はい、並べてね、コンビニのでごめんねって言ったらね、並べてくれるだけでもう幸せだよって言って今はね今はね、えコンビニっていうかねいや時が経てばね、はい、まあそうそれでね、あのカレーを作ったんですよね。もうね、あの皆さんにねアドバイスいただいてね、あ手は動いてます、はい、皆さんにアドバイスいただいてね、もうあれやこれ私が忘れるもんだから、お箸とかそういうのをね会社にねドバッとね、もう100円ショップのやつをね置いといてもらってるんですね、はい。そしたらねカレー作ったらね、それで、あもう箸とかもあるから、そういうものはねもう用意しなくていいって頭の中にあったんですね。そしたらね、あのカレーライスにねスプーンが入ってなかったよってもうね100円ショップでいっぱい買ってきてね、1ヶ月分スプーン持たしときます負けない。そう、そんなんでねくよくしないタイプなんですよ。あそういうふうにおっしゃるんだったら、どうぞどうぞ、はい1ヶ月分持ってってくださいって言ったら、意地汚いね、ね、意地、そうでしょ、やっぱり根性ババ色でしょ私ね、えもういい人じゃないんですよ私は、ね、皆さん勘違いしないで、騙されないでください、大娘さんに、はい、もうこのぐらいかな、このぐらい刻んで終わりかな、ねえ、あ本当に肉が炒まるかしら、ひき肉だからなんとかなるわね、なんとかなるわ、まあ、お湯も沸いてるし、で一食はね、ああそれで一食のねジュース、野菜ジュース買ったのに、それ忘れたら食分がなくなるわね。どこだ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 、あれあれ昨日買った、あそうそうそう、いつもねこっちこっちなのでね、今日はねこっち、なんかねフルーツっぽいものをね買いました、買ったのよこれで、ほら一食そうもうね、あの悩むときは悩むんだけど、悩んだからって何も起こらないので、一歩前にドーンと、ね、いつかは行かないとね進まないね、下がったとしても、はい、前に行けばちょっとはね、数ミリでも前に行けばね、前に行ったと、もう1ミリ 0. 何個までもいいです、本当にそれでもいいんです、いいんです、もうね前に進んだと思っちゃいましょう、もう本当にこれ何やんだろう、人参じゃないよ、あもう ゆだった、ね、これでニンニクを刻めばなんとかなる、もう皆さんのおかげでね、あのカップラーメンをねあの会社に置いといたらとかね、いろいろ言っていただいてね、それを実行したからね、すごく気持ちが楽になりました、ありがとうございますねえ、そうやっぱりね夜中ね、あの子供たちの介護とかねしてるとですね、そう朝ねのんびりしちゃうんですよね、のんびりするって言っても10分間ぐらいなんですけどねその10分がこの10分早くね、そうでね、早く出た時やっぱりねリーマンパパがね早く来なくて済むからね楽なんですってね、この暑い中ね自転車こぐのも大変ね、そうコンビニ並べただけ、また言ってる、きつこいおばさんだね、コンビニ並べただけでね、ありがとうって、あ幸せとか言って、幸せってなんだっけ、ああアホなおばさんですよ、アホだけどね、アホだけど私ね、あのうちの母親もそうだったんですけど、私のあのコンサートの打ち上げに来てね、あの振り付けの先生とね酔っ払ってね踊ってましたけどね、体を動かすってね、リズムに乗ってね動かすってね気持ちいいですよね。あと1個ぐらいにニンニク入れちゃう、もうね元気出さないと、私か私これ以上元気出したらダメか、はい、幸せってなんだっけ、もう私の知人っていうか知り合いは、もう生きてるだけで幸せだって人がいますからね、本当に。それにしてもね、このチョッパーに入れるとしても、
でこれね、あのニンニクはいいんですけど、生姜はね手で刻んだ方が美味しいの、これネギとね。なぜだろう、なぜかしら。この中の芯も取らないでね、本当は中の芯ね取った方がいいですけどね。なのでね、あのお料理を参考にしてくださってるって言ってるんですけど、私の料理は多分参考にならないぐらい、もういいどうでもいい感じになってるような気がするんですよね。はい、ニンニク割り、生姜も本当は刻みたいね。こっちでやっちゃうとなかなか大きいのと、これね小さいのね、あのリフレのお客様にいただいたんですけど、これがね便利なんですよ。小さいのと大きいのがあるとこれ全然違いますね。でね、ここでねちょっと切っとくと、これがまたね時短になるんですよ。逆にこの手間が時短になる。今日はね、テーブルの上をキッチンの中を消毒をしてはやるんですけど、あ、結構な量になってきました。この生姜いっぱい、この生姜いっぱい見えますか皆さん、そこから。すいませんね、遠くてごめんなさい。昔そういえば遠く行きたいって番組ありましたね。あの番組好きでしたよ。トゥルル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 トゥルルルルルルル。ちょっと、はい、ニンニクとちょっとこっちに来といてね、ちょっとこっちに来といてね。はい、お湯は沸いてるし、あの冷凍じゃなくてこっちの方が早そうなのでこっちにします。で、ひき肉、まあ、ひき肉、あ、そっか、これをちょっとこれ、生姜をね、あ、やっぱり生姜これでいいか。生姜。あ、もう動かない。ちょっとやってしまった。大丈夫は大丈夫ない。ちょっとニンニクだけにしとけばよかった。ちょっと待ってくださいね。だからいつも誰にちょっと待ってくださいって言ってるのか。急に無口。これでですね、火つけちゃう。オイル、ごま油、中華だしのね、瓶がなかったんですよ。瓶がブラックペッパー、胡椒にしようか、ブラックペッパーじゃなくてね。はい、行きます。火がついたので、もう行きます。行っちゃいます。これすらもちょっと待ってください。
これすらもこれすらも包丁2本包丁2本包丁2本あのプレッシャーの音が来たぞ。最後のヒゲ剃りの音が。包丁2本私のもんですね。ここまですれば前にもねご紹介してるんですけどね、この慌てっぷりは前回よりもすごいかもしれない慌てっぷりは前回よりもすごいかもしれない。マックスマックスマックス、生姜たっぷりとニンニクと今豚ひきを入れました。炙り炙り炙り、はい、ごま油もかけていきましょう。入れ替えないと透けちゃいます。はい、白ワイン、料理用クッキングワイン。豆板醤、はい、これにですね、甜麺醤入れます。甜麺醤入れます。
ちょっとワインで、ワインとちょっと水入れて。これね、天然醤だけど甘いので日本味噌をちょっと入れるんですね。あ、天然醤もうちょっとで大丈夫そう。わっ、ここに及んで入るんだ、入るんだ天然醤。あっ、ドボッと入ったぞ、ドボッと入ったぞ。でも美味しい。このお味噌をね、作り置きしとくと何でもいいんですよ。もうきゅうりつけてもいいしね、本当に美味しいのでね。これだとね、グツグツ煮るだけですね。ちょっとお味噌をね、持ってきますね。日本味噌ですね。日本味噌ですね。はい、そこが味噌ですね。これ位置を変えると分かりませんね。はい、位置を変えると分かりませんね。はい、位置を変えるとこれ必要なかったですね。あ、必要か。人参、人参じゃなくて、きゅうり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 。きゅうりをね、はい、そうですね。はい、はい、はい。日本味噌終わってきまーす。日本味噌、日本味噌、日本味噌。あら、こういう時に食べると味噌がくすぶっているわ。ほんのちょっとなんですけどね、ほんのちょっとね。これ入れるだけで味が締まるんですよ。そうなんですよ。これやるだけで味が締まるんです。静か、もう行っちゃった。はい、あとこれはちょっと煮詰まっててちょうだいね。そうしましたらですね、きゅうり、きゅうり、ちょっとパパの分だけでもちょっとやろう。パパの分、パパの分、パパの分やりましょう。パパの分、パパの分。知事からね、畑で燃えたやつをね、そのまんま、そのまんまいただいたやつですので、取り立てをね、取り立て、取り立て。よいしょ、今日もね、こうやってね、食べるものが食べさせていただけるのは幸せでございます。とりあえずパパの分、パパの分。ネギ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 。お待たせしております。もう少しで終わりますので、お待たせしております。お待たせいたしております。お待たせいたしております。これしかないからね、ちょっと一玉ちょっとだけ入れてあげないとね。パパいっぱい暑いところでお仕事してるからね、いっぱい食べてもらわないとね。そう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 、これでこれで OKOKOK。 何が OK なの？OK 農場、 OK 農場、はい、どうぞ。
ね、なんかもううちの包丁研いであげたいっていう方を気に入っててたくさんいらっしゃると思うんですけどねえ、もうあれがやればこれがおろそかになるみたいなね。そうなんですよ、本当にね、あれもこれもね。そうなんです、あれもこれもどっちもにっちもそっちもどうにも、にっちもそっちもどうにもですね。でも人生に八方塞がりはない、なんとかなる、最後まで努力をする、諦めない、あと1分でパパは多分いなくなるであろう玄関で待っているかもしれない、待たないかもしれない、はい、実況中継をしながらでございます。実況中継をしながら、はい、冷えているタッパでございます。冷えているタッパにですね、はい、ほぐした麺を入れます。はい、冷たい麺を入れます。いいですね。これ稲庭っていうのもなんか細麺って感じがする、なんか丸いね、なんか細麺って感じの感じではないですか。お水で、美味しいのでね、たっぷり入れてあげましょう、たっぷり入れてあげましょう。はいはい、ニンニク味噌、持っていきます。なんで一緒に、ごめん、ちょっとこれね、もう味はね分かっているので、ちょっとここに置いとこうかね。はい、はい、今日は豚ひき肉をね使いました。はい、こういうね黒いこんな黒いお味噌なんで、ちょっと今日はね柔らかめワインをいっぱい入れすぎたのでね、柔らかめでございますけれども、これね時間が経ってくるとね、この水分がね吸っちゃってねなくなってきますのでね、
そうなんですよ。これちょっとね、人参と、人参じゃない、きゅうりとネギが一緒になっちゃいましたけど、ちょっと待ってくださいませね。これで。ねえ、ジャージャー麺でございます。サラダオイルで、あ、ちょっと床だけ拭いちゃいますね。ちょっとネギがこぼれた分ね、子供たち、もういつもこっちにあるものがこっちに来ただけで、来ただけで、ねえ、子供たちがね、今、もう本当に最近爆睡するとね、絶対起きないんですけれど、私が騒ごうが何しようが、わめこうが起きないんですけれども、一応ね、落ちたものはすぐね、拾っときましょう。はい。いやー、今日はね、あっちこっちね、なんかネギと生姜が宙に舞ってた気が宙に舞ってた気がいたします。ちょっとズボンのね、もう何十年も捨てられないズボンがちょっと緩くなっててね、ゴムがね、はい、ちょっと待って、はい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 、はい、今日はね、食でございますけれども、なんとかできました。で、この味見ですね、もう日本味噌と割合がもう大体もう何十年も使っておりまして、はい、決まっており、もうここでね、水分がなくなってきてる、はい、パンチが起動して、これこんな感じです、こんな感じです、こんな感じです。おいしい。これね、冷やしてうどん、冷蔵庫で、会社の冷蔵庫に、あ、ちょっと私青汁飲んでない、ちょっと青汁いただきます、ね、冷蔵庫で冷やしてお昼頃には麺類伸びちゃわないかなと思うんですけど、これが意外と冷蔵庫で冷やした麺は美味しい。で、このね、ゆで麺って私ね、あんまり使ったことがないので、どんな感じかなとも思うんですけど、冷凍のやつをね、ずっと稲庭うどん好きでね、ストックしてあるんですね。はい。あ、そっかそっか、この青汁は何ですかってね、気になっちゃうとね、あれですからね、一応ね、私いろんなの飲んでるんですけど、たまたまちょっとね、通販番組でご紹介させていただいた日本薬師堂さんのやつをですね、はい、今は飲ませていただいております。一回飲んでね、美味しいとね、なんかこう続けちゃうんですよね。もう番組で紹介させていただいて、そのまんまファンになって会員になってるというね、私が一番の会員みたいな感じですね。これがね、抹茶が入っててね、結構美味しい、美味しかった。ちょっと知り合いのところにね、行った時にね、知り合いの知り合いがね、作った畑からもいできましたってやつをね、いただいたんですね。こうやってもう全国の知り合いからもうこうやって食べ物をね、新鮮なものをいただいてね、助かっております。お買い物がですね、仕事終わりになんかちょっと、車をね、スタッフに乗っけてって帰り途中ね、ぐらいの時に大荷物を買ってくるので、本当にね、目の前にね、コンビニがある生活をね、年いったらしようかなと思ってます。ここだとね、やっぱりね、自転車こぐのもね、辛くなったらね、まあまだまだね、100歳とするとまだ今60だから6、7、8、9、30年ぐらいはまだ元気ですけどねこのまんまのペースだと思います、私ね。なんかね、ちょっとね、考えたんですよ。なんかね、今朝はね、なんかちょっと考える日
日で、歌が浮かぶ日じゃなくって考える日で、私このままね、YouTube ね、もう60で勝手になんかね、何もできないのにね、回すだけ回して始めて、いつまでできるんだろうと思った時に、ああと思って、ある日突然バッサリね、なんかできませんってね、皆様とさようならしなきゃいけない日が来るのかなとか思いつつも、そういうマイナス思考が思いつつも、結局はですね、私の頭の中はですね、100歳超えた YouTuber ってどんな感じだって、60からずーっと始めてて、まだ YouTuber って名乗ってませんけども、なので YouTube やっていたら、それこそね、クーミンばあちゃん、タイトルが大場久美子のクーミンチャンネルじゃなくて、大場久美子のクーミンばあちゃんチャンネルに使われるかですよ、これ。大場久美子の、クーミンばあちゃんチャンネルにいつ変わるかでございますよ、これね。まあできれば90ぐらいにははい、変えようかなとも思うんですけどもね。あ、結局やる気出るじゃないね。でもね、その今60なら60の思うことね、はい、70なら70の思うこと、はい、80、90のね、バッパになった時の考えることってなんかやっぱりあると思うんですよ。でもね、元気なね、お元気な、あ、私だから一回太くなっちゃったけど、え、太くなったちょっとここら辺のお肉がやっと少し落ち始めで、これね、ダイエットまで3ヶ月かかる。ダイエットをね、体が痩せるよって脳がね、準備するまで3ヶ月かかるんですね、私の経験上。もう3ヶ月からがなので、まだね3ヶ月経っておりませんのでね、そうそうそうどこ痩せるのって、私隠し持ってるんですよ、本当に本当にここら辺にね隠し持ってるんですね。太ってないよ太ってないよってみんなに言われてね、痩せる番組のコメンテーターで行ったんですよ、痩せる方じゃなくて。その時にね、どこ痩せてね、エステシャンの人がね、そう、取材現場で痩せる方のねが測定するっていうんでね、茶化しにねゲストで行ったんですよ。そしたらね、エステシャンの方にね言われたんです、もう全然痩せるとこなんかないですよって言うから、もうカーテンの中に行って、ちょっと来てくださいって言って、こうやって脱いだんですよ。そしたら、へえ、本当に腰抜かしたんですよ。本当ですかって言って、その悲鳴がね、外にいるね、カメラクルーに聞こえて、何があったんですか何があったんですかって言うからね、私のお肉を見せましたって言って、そう、気合わせしてね、まあね、細くはないですよね。細くはないです。20センチ違いますから、今ね、20センチ、絞らないと、ダイエットした時のようにも、私、すっごい、キュウリが好きだと言いながら、喋りながら、こんなに刻んじゃったわ、これ、でもね、あセーフ、残ってます最後の最後まで皆さんをハラハラさせる動画になってしまいますね。はい、ネギでございます。そう。ね、本当にね、びっくりしてギャーってね、腰抜かしたの本当なんです。なのでね、信じてください、私がお肉を所持してることをそんなの知ってどうすんだってね、関係ないって感じですね。はい、あ、ネギもいっぱいが美味しいんだけどね、とりあえずまずおかわりと瓶、今ね、ほとんどパパのとこに入れちゃったので、まだ冷凍のね、ひなにうどんがあるのでね、本当はね、太いきしめんを乾麺から茹でるジャージャーきしめんっていうのを昔から作ってたんですよ。そう今はね、稲庭うどんにハマってまして、ちょっと肝心なこと忘れてた、まだ回ってる、たまに途中で切れちゃうからね。なぜ今日ね、いつも作ってる、ご紹介もしたことのあるジャージャー麺かというと、昨日テレビ見てたらね、冷やしうどんが美味しいですって言ってね、冷やしうどん特集してたんですよ。それ見たら、明日はジャージャーきしめんだということで、もう急遽ひき肉とか買いに来まして、急遽なんですよ。はい、もうね、業務用なので、そこはおうどん屋さんなので、こう麺の入ってる、お店の入ってる麺の器に氷を入れるんですけど、細かくなく大きくなく、クラッシャーの機械があるんですね。そこにやると、ジャーって氷が入っていくんです、浮いてる、はーと思いましたね。
あ、うちにはですね、氷がちょっと大きいのをね、作ってるんですが、ちょっと伸びちゃうので、もう伸びてるか。私はね、ちょっと、はい、糖質ダイエットしてるので。でもね、糖質ゼロのやつもあったな、そういえば。昨日買ったやつは何？あ、食塩ゼロでした。これ。これがね、冷凍うどん恐るべし、コシがあって美味しいんですよ。本当はね、今日これやってあげたかったんだけど、何せこのバタバタでしょ。バタバタ。あ、ちょっと子供たちのお肉をちょっと一個ね、解凍しておきましょうかね。時間がかかるのでね。そうそう、その冷凍うどんを見てね、今日は、もう絶対もう、ジャージャー締めの冷たいのも出してあげようと思ってんでね、もうちょっとね、時短をね、ここをちょっと数日時短をしたいので、いろいろちょっとね、ありえることがありましてね。なのでね、朝食はね、2食とかおにぎりとかご飯炊いてというよりも、とりあえずはもうパンとあれで、まあ、どこね、夜もしっかりリーマンババ食べてるので、こうやってね、ちょっと起きるまで放置しといて自然解凍するんですけど、もう急に起きちゃったよっていう時はね、レンジのね、解凍のやつを使ってね、はい、やるんですね。もう一口。美味しい。私アルコールいただけないんですけど、これもう夏の暑い日のビール、こんな感じですか。ねえ、羨ましい。ビール飲んだ瞬間に、私もあれ味わってみたいなと思うんですけどね、いただけないのでね。ここにですね、麺を、はい、どう？わかります？これ、脂肪の音ですよ、これ。骨はね、こっち。ね？で、ちょっとこの音の響き。そう言った間に切れました、水が。はい、ここに入れます。あら、ちょっとだわ。でもちょうどね、ダイエットにはこのぐらい。これにですね、ちょっとその、さっき混ざっちゃったやつをまず入れて、野菜とキュウリとネギをいっぱい食べる。で、ニンニクと生姜が入ってますから、すごいことに気づいた。麺よりもキュウリのが多い。ちょっとこれをご覧いただきましょうか。まずはほらいい具合にちょっとね、油がねちょっと分離して、それでこれ油をちょこっとねすくうといいんですね。こんな感じね。これだけでもいろんな万能ですか。お豆腐にかけても美味しいしね。ちょっとネギも乱雑でございます。ちょっと待って。はっきり言ってきゅうりのが多いです。はい、今麺が隠れてしまいました。麺の方が少ないです。はい、そこにですね、この見えますかね、はい、これでちょっと待ってください、ね、子供たちが寝てますね。はい、はい、こんな感じでございます。はい、崩れましたね。でも崩れても大丈夫。ここに味噌がきますから。そこが味噌なんちゃって。ね、ちょっと見た目ちょっとあれですね。盛り付け方が、まあ私が食べるので、はい、これにですね、ちょっと皆様に分かりやすいようにお肉の部分を、ここのね、お安いスーパーのお肉が美味しいと思ったら、もともとお肉屋さんなんですけど、これこんな感じです。これちょっとね、麺を氷で締めればよかったんですけど、ちょっとこのまま冷やしても美味しいですし、もうたっぷりと、もうね、追い味噌をしながらねやるんですね。はい、出来上がり。じゃあ稲庭うどんの出来上がりでございます。
ますね。このあのジャージャー麺の味噌は温かくてもいいので、もしかしたらリーマンパパが冷蔵庫でちょっと油が固まった分をチンして冷たい麺にかけてくれるだろうという、はい、あと食べ方はもう自由なので、これだけ味噌がありますからね。そしてキッチンはそんなにはちょこっと洗い物をするだけ。ちょっと待ってください。ちょっと私の現場マネージャーじゃないんですけど、マネージャーから素敵なプレゼントいただいたの、昨日届いたの、ちょっと持ってきますね。ちょっとこれは1回でも運べないかもしれない。ココナちゃんが何すんのって感じで、これ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 島バナナ、沖縄のこれいただいたのでね、もうホロホロにほどけてしまうぐらいの売れたサック。これね、半分あの主人のあの父親が沖縄の今帰仁村の出身で、もう沖縄料理よく作ってくれるんですよ。もう沖縄大好きで、私も沖縄大好きで、それでもうすぐ食べられるホロホロのやつと、そしてあ、これもホロホロですね。そしてあ、でも昨日青かったのに、もうだいぶ、もうこれね、半分半分もちょっとね多めに思うし、お父さんが喜ぶから、でほら熟してもこんなにいっぺんに食べられないでしょ。なのでこれが次のバージョンでもらって、そしてこれが昨日まで青かったのにもうこんなに売れてきちゃった。これぶら下げたくていいんです本当はね。だけどね、もうねぶら下がらないぐらいのトロトロですよこれ。とりあえずちょっと待ってくださいね。おお。でね、あのこの間ね、あの東京北人図館っていうジェイコムのレギュラーをさせていただいて、北区で活躍している方をご紹介させていただくのを、もうね百何十名かをあのゲストを迎えして、今リモートに、ゲストの方はリモートになったんですけれども、それであのリサイクルというか、あの飲食店をやってらして、このコロナでご実家の飲食店がなかなか大変なことになって、でましてやこのねの色のついたブツブツのねバナナが売れないということで、あのバナナジュース今流行ってるんですってね、昨日ニュースで見ちゃいました。バナナジュースをとか、そういうのをチャリティーでね、あの販売するっていうのでね、もうイベントが大成功したっていう話をこの間聞いたばっかりなんですよ。それでね、私昔はねもう青いのしか食べなかったんですけど、青いのには青いいい成分が入っていて、それで黄色には黄色のいい成分が入っていて、またこのね黒くなってきたこのバナナにはまたまた素晴らしい要素が入っているというのをね知りまして、それからねこのどっちかというと私はこの熟して、これよりもあのね沖縄の親戚のあのうちにあの連れてってもらった時には、もう庭からもいでですね、食べあの置いといて食べるやつがね、もう熟したやつを置いとくのでね、ほとんど真っ黒状態だったんですよ。冷蔵庫に入れるとバナナって黒くなりますよね。だけど入れないで真っ黒だったんですよ。それをね食べた時にもうフルーティーで、見てこの中見てください、これほらもう皮はホロホロなのに、見てくださいこれ。これ短くて意外とちょっとしっかりとした感じの、これなんか映像に出てきません、これバナナ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 、はい、ちょっといただきますね。これがフルーティーで美味しいんですよ。でもうちょっとね、これ最後のやつ熟させたいですよね。いただきます。うん、これでもねまだ若い感じ、美味しい。うん、私柑橘系が好きなんですけど、こうなんだろう、バナナの甘さとこの甘酸っぱい、あの、ね、お酢とかじゃなくってね、このフルーティーな爽やかな酸味がね、ちょっとこれが
で私の島バナナを取り寄せて、お父さんがね、好きだっていうのも私取り寄せてる時期があったんです、沖縄から。でね、島バナナって一括りにしてるけどいろんな種類があるっていうの分かって、もう沖縄のバナナした島バナナって思ってたんですけど、実はいろんな種類があるんですよ。取れる季節も違うみたいで。うん、起きてきてるな。うん、うん、あむちゃん、あよ、うーん、これは美味しい。ちょっと私ばっかり食べて子供たちに食べさせたら、かわいい。お腹すいた。最近ね、お昼ぐらいまでね、起きてきたからご飯用意してご飯って言ってもね、お昼ぐらいまで食べなかったりね、10時前に食べること最近なくなってきちゃいました。みんな寝ててね。うん、うーん、これはフルーティー。100円ショップのお箸がのさばっていて、最近普通のお箸を使ってないので、私の大好きな、はい、お子ちゃま用のこれでもさすがに私これ子ども食堂のお手伝いするときに大量に仕入れた、業者さんから大量に仕入れたものなんですけど、ちょっとこれだといくらなんでも、ジャージャー麺は次に好きな、もう何十年も使ってるやつ、まあ、これはちょっとね3番目にこれはねホームセンターで買ったやつでね、一応ピンクなんですけどね、なんかね短い方が私ねなんかすごく安心して食べられるんですよね。なつこさん、これ箸探すのに、あ、これがメインの、私がもうすんごいなんか十何年使ってるこのメインのこれこのぐらいの長さがいいですかね。あれ、これ今出しましたっけ。待って、これは出してないです。これは出してないですね。はい、これでちょっとね、これほんとねぐちゃーっとね、色が悪いんですけどぐちゃーっとねかき混ぜてねいただくんで、ちょっとね立ったまま失礼しますね。今日の出来栄えをこれで多分私一旦冷やしてから食べると思うんですけど、おお、この麺と一緒にいただきます。冷やした方がいいですね。麺がちょっとね柔らかめの麺でしたね。うん、ゆで麺は冷凍の方がもうちょっとしこ歯ごたえはあるかもしれない。うん、うん、うん、これ最高。ちょっとこれで冷やしとこう。今日もドタバタクーミンズキッチンありがとうございました。もう大概ねもうわーってやってるのでね、後でビデオ見返してみないとどんなことをやってるかわかんないけど、多分今日はネギと生姜がもうあちこち飛び散ってると思います。今ね床はね綺麗に拭いたのでね、はい、じゃあ子供たちが起きたみたいなので一応はご飯の用意をして、食べる、エミちゃん食べられる？どうですか体調は？うん？うん？どうした？どこする？今日お顔拭こうね。ね、お顔拭こうね。はい。時たまね確認しに来るんですよ。お腹も空いてないし用事もないのに確認に来るんですね。そうなんです。朝起きるとまずはみんなね私のところに来ておはようってね尻尾振って来てくれるんですね。で私がどっか見えないところで作業してるとねこうやって覗きに来てまた帰るんですね。はい、ということで皆さんもですね、暑い夏は私はちょっと食欲がなくならないんですけど、ちょっと食欲が落ちたりでこういうねニンニクとか生姜とかたっぷり入ったねお味噌、本当にね油で炒めて最後ごま油ぐらいでもいいんですけど、この甜麺醤、これはちょっと業務用ですけど小さいやつ売ってますからね、小さいやつ で白ワインなかったらね日本酒でも大丈夫です。日本酒でもね、はい、それで豆板醤はねちょっとお子様にはあれかもしれないんだけど、大人が食べるときは入れたら美味しいと思います。でもほんのちょっと入れてもね、友達の子供たちが小さいときはねクーミンおばちゃんのねジャージャーめきしめん食べたいってみんなねよく言ってくれたのでね、はい、ということで
もうちょっとこの宝物、ああ私の宝物があって嬉しいなって感じでね。はい、じゃあそういうことで皆様、今日もですねハッピーとラッキーで、ハッピーラッキーでお願いいたします。ありがとうございます。